貸し鉄バスとは、関鉄グリーンバスが運行する、鹿島鉄道代替バスの愛称。ここでは、ルートの使用経路が、同一の茨城空港を連絡バス、石岡ルートについても記載する。バス専用道場の駅跡を走る、車両鹿島鉄道線の廃線により2007年4月から、旧鹿島鉄道線に沿って代替バスが運行されたが、石岡駅。 小川駅間はほぼ国道355号に沿った経路であった。石岡市にある国道6号との交点である3大台交差点は慢性的な渋滞の名所であり、鹿島鉄道廃止前から代替バスに対して定時運行が確保できるかが懸念されていた。実際、運行開始から石岡駅に関してはほぼ渋滞に巻き込まれており、 特に土日の午後から夕方にかけての渋滞は、はだしく、定時性確保は困難となっていた。このことから、山王大交差点を回避して、バス運行の定時性向上のために、鹿島鉄道線が跡地の石岡駅、小川駅間 7.1km のうち石岡1、高下四川村駅間の 5.1km を、公設民営方式でバス専用道路として整備し、 2010年8月30日から貸し鉄バスの運行を開始した。これにより2010年3月の茨城空港開港により新設された茨城空港を連絡バスの石岡ルートは石岡駅小川駅間で経路を貸し鉄バスと共通の専用道を利用したルートに変更している。専用道運行開始に伴い元の踏切があった専用道と一般道の交差部分には 遮断機が設置されて一般車や自転車の侵入を防いでいる。この遮断機は運転手のリモコン操作により遮断棒が上昇するようになっており、遮断機にはアンテナが設置されている。また同時にバスロケーションシステムを導入してバスの運行位置情報を携帯電話で知ることができるようになった。これは関東鉄道バスで初めての導入である。 貸し鉄バスのロゴとして、かの一文字をモチーフにしたロゴを使用している。このロゴは、貸し鉄バスのか」貨という意味の他に、斜めの線が筑波山、四角の部分がバスで、筑波山を背景に走るバスをイメージしたものとされている。主な停留所を記す。イコールは、専用道区間を表す。Q ルート、編集、石岡ルート Q ルート、編集。 鹿島鉄道跡地バス専用道家事業。石岡市。2013年10月13日時点のオリジナルよりアーカイブ。2013年10月16日へ閲覧。鹿島鉄道跡地のバス専用道家事業について。茨城県土木部都市局都市計画課。2013年10月22日へ閲覧。鹿島鉄道跡地バス専用道家事業。 国土交通省関東運輸局。2021年2月6日閲覧。JR 石岡駅東口に専用ターミナル。毎日新聞。 http://mainichi.jp:/articles/20160902/ddl/k08/010/08800042016 年9月3日閲覧通常時では東田中駅発着の区間便は設定されていない関鉄グリーンバス関鉄パープルバス路線バス 関鉄グリーンバス株式会社2013年10月16日閲覧貸鉄バス1日フリーキップ関鉄グリーンバス2018年3月17日閲覧ありがとうございます